ではホームの横浜 FC からスターティングメンバー見ていきます。ゴールキーパーはブローダーセン、3バックは中村拓海、ガブリエウ、亀川です。そして和田と前節に続いて田部井がコンビを組んで、右に初スタメンの近藤、左に武田、そして2列目に伊藤翔、キャプテンの長谷川達也、小川幸輝という予想フォーメーションにしてみました。一方のアウェーの岡山です。岡山はキーパーは堀田、4バックは右から成瀬、そして出場停止の柳に代わって浜田が入ってヨルディバイス、そして左は宮崎智彦、加入してから初めてのゲーム出場になります。ボランチに若さと、そして河合です。宮崎、木原と佐野光大、ステファン・ムークとミッチェル・ドゥークという 4-4-2 のフォーメーション予想です。まあ、ずれた空間をどういうふうにうまく使っていくかというところまでやらないと、はい、なかなかこう敵陣深くまではいけないですね。そうでしょうね。スルーパス一旦受ける、そして宮崎、木原ヒール、ただボール奪われて逆に伊藤翔、スルーパス中抜けていく、1対1かわした、ノーファール、小川幸輝止められました。そして近藤です。今日注目のこの初スタメンの近藤智樹、抜けてクロス、マイナスボール、伊藤翔ポスト、そこよく見てました、マイナス、はい、で少しボール浮いたんですけども、ええ、伊藤翔少しアウトにかけて惜しかったと思います、はいはい、遠いサイドは伊藤翔、ヘディング、ヨルディバイス、セル、ボールがこぼれている、亀川からの柔らかいボール、高いボールです。これをクリアするが、ボールを拾ってから中村拓海の逆サイドへのクロス、ダブルに折り返す、中央まだあります、戻してからのシュート、側混戦の中から中村拓海、亀川クロス、ヘディングで落としてさらに詰めていく、オフサイドの旗が上がりました。最後は近藤が詰めていましたが、オフサイドの旗が上がっています。まあ、人かけられたところ、少しラフなボールですけども、はい、まあ、当てるのも強いですし、そこに人もしっかりいますし、和田から田部井つなぎました。先ほどのシーンも和田がそのスライドして右にずれてきたところから生まれて、そして近藤です。和田も上がっている、そしてヘディング、大ボールでしたね。非常にクロスバーを叩いた方が好機、中村拓海の運びも非常に良かったですけど、はい、今の内側から外に開いたボール、まあ、ダイレクトで少し腰ひねってパッと顔を上げた瞬間に小川幸輝の動きもしっかり見て、はい、成瀬が来ています、背中に当たりました。ルーズボールになると危ないところです。ムーク拾ってデュークへ、ミッチェル・デュークに対してガブリエウが対応しました。残り時間少ない中でチャンスを作ろうという動きです。宮崎、木原のボール、伊藤翔カットしますが、まだ残っている、佐野のボールが浮いた、大きなチャンスでした。力みましたかね。河合の蹴るボールはどういう意図を持っていくか、高いボールでした。ファーサイド、ヨルディバイス、振り向いてのシュート、チャンス来ました。岡山強いボールも打ちますし、そうですよね、コントロールショットもできますから、クローダーセンとの駆け引きも楽しみです。これは面白い対決、いった、止めた、ヨルディバイスが狙ったボールをブローダーセンでした。河合の蹴るボールはミッチェル・デュークを超えてヘディングシュート、まだある、逆にカウンター、大差耐えてますね。山根からいいパス出て、山下1対1、堀田が触った、決まった、堀田が反応しましたが、最後は山下がゴールマウスの中に押し込みました。苦しい時間帯の中での横浜 FC の先制点、裸足で決めたゴール以来です。まあ、このビッグチャンスからですよね。まあ、横浜市はなんとかボックスの中から出そうというところでボールを前に送ったんですけども、いいところで山根受けました。で、運びながら、まあ、大外の山下しっかり見てましたし、オフサイドないですね。もうここにしたら1対1、まあ、岡山の堀田からするとしっかり前に出てシュートコースは消したんですけども、でした、はい、だからシュートのうまさというよりもこう山下の中の気持ちでねじ込んだゴールみたいな感じですかね、はい、そんな鋭いボールではなかったんですけどね、はい、まあ、手をかすめて、まあ、いいところに落ちましたし、そうですね、はい、亀川のプレーが
アドバンテージです。ハンイゴン、ターンすればチャンス。佐野からミッチェル・デューク、流れるような攻撃でしたけどね。ヨルディバイス、 あとはセカンドボールですね、はい、浜田がニアに来た、遠いところに浜田のヘディング、惜しいですね。側頭部だと思うんですけども、もう少し薄く当てれてればゴールに飛んでいったのかなと思いますけども。日発三沢球技場で上位対決全勝、横浜 FC 4位のファジアーノ岡山を1対0で下す。大きな勝ち点3を積み上げました。自動昇格圏目前まで来ていた岡山に対して1対0、山下のゴールで横浜 FC がホームで岡山を迎え撃って勝利です。